さんこんにちは。ボイボイ先生です。どうも。お疲れ様です。小上です。天宮大成です。石田遥です。三浦です。木山田です。稲葉匠です。お願いします。ボーイと恋愛マシマシ彼氏がコラボすることになりました。やった、やった、ありがとうございます。ボーイズボーイの中で誰が恋愛マシマシ彼氏の朗読がうまいのかを決めたいと思います。朗読自信あるよ。自信あるよ。自信あるよ。僕座ってないから。いいね、そんな順番ね、朗読していくんですけど、はいはい、順番決めたいなと思って。確かに一番最初に来たいって言います。いや、まあそれはさ、じゃあ、じゃあ一発目いきますかね。じゃあ、たくみくんで。じゃあ、たくみくんからこういきます。あ、そうね、そうしよう。回していって、はいはい、ポイントあるんですけど、はい、これセリフが出るんで、はい、そうして読んでください。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速アプリの方を開いていきたいと思います。お願いします。ゲームを始めろします。かわいらしいですね。かっこいい名前。名前ね、名前何にしますか。そうだよね、まずだって始めるは、始めるにあたってゲーム、名前決めなきゃいけないね。そうっすよ。あ、そうですね。ボーイズボーイ宣伝部でしょ。センちゃんとセンちゃんですね。4文字までなんで。4文字か。センセンデン、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 センデンちゃんね。確かにセンデンちょっと枠な感じでいい。確かにね。センデン、じゃあセンデンちゃんで行こう。センデンいきますか。これで行きましょう。はい、はい、センデン、センデンちゃんで行きます。画面をタップすると、物語を読み進めることができます。なるほど。通称を読まずに恋のお相手選択までスキップすることもできます。おなんかドキドキしますね。あ、それは私の運命と受け取った声ちっちゃ。就職活動の一環で京都を訪れていた私は最終面接を終えてカフェでほっと一息をついていた。いい声。面接の場所が京都って言われた時は驚いたけど、ついでに観光できることを考えたらラッキーだったな。時刻は正午を少し回ったくらい。新幹線の時間まではまだ随分時間がある。いいよいいよ。そんな感じ。いいよいいよ。京都観光っていうとやっぱりお寺と神社だけど、いいよ、せっかくならそれ以外の場所で回ってみたいよね。観光情報が載っているアプリを開くと特集に目を向ける。はい、うん。あ、ここから宣伝の、お、宣伝ちゃんのストーリーが始まると。あ、宣伝任せてください。いきます。上司が楽しむ幕末名所ツアー。いいですね。いいですね。へえ、幕末か。たまにドラマで見るくらいだけど面白そうだな。すかすぎじゃん。そんな感じなんだ。お、うさみちゃんが。先生こんにちは。今回うさみナビは女子が楽しむ幕末名所ツアー。うさみがあなたに幕末の魅力をたっぷりお伝えするよ。続けてどこかの屋敷の門が映し出されたと思うと、うどーん。新選組局長近藤勇を新選組という王女隊をまとめている会長。あー、おー、おー、おー、新選組副長土方歳三だ。市中では鬼の副長とも呼ばれている。おー、おー、いいよ。歳三さん、歳三さんじゃないですか。おー、おー、いっちゃうよ。新選組一番隊組長沖田総司です。得意技は三段突きで、興味ないか。似てるしね、ちょっとね。確かにね。しかも三段突き得意だもんね。いや、わかんないですけど、あんまり得意です。おお、宣伝ちゃんよ、宣伝ちゃん。宣伝ちゃんか。あー、なるほど、新選組か。あー、いいですね。宣伝ちゃん。この人たち、よくドラマとかに出てくるよね。ああ、ちょっと大人だったりして。色鮮やかな着物と誠の旗は、歴史には大し詳しくない私でも見覚えがある。ちょっと待ってよ。あ、でもお前ナレーションですから。ナレーションですからね。あ、イケメンだな。ああ、いいね、宣伝ちゃん。そう思いながら、彼らの顔のあたりをツンとタップすると。どうなるんだ？どうなるんだ？お願いします。いますよ。奏者もいますね。うん。お、喋り出した。画面上でウサミと呼ばれるキャラクター喋り出しました。お、おお、あ、なんだろう。新選組の当初の次は彼らと戦った寿司獅子を。エゾ獅子。すごい。エゾ獅子。
宣伝ちゃいい。あ、私逆きますよ。おい、え、うわー、これ人気でしょ。かっこいい。胸元グーンいきますね。確かにね。ちょっといい感じだね。お願いしますよ。高杉さん、幕末の風雲児、高杉晋作だ。この国のため、面白いことやらかそうぜ。あー、いいね。ちょっとローテンションがね。あ、まだ来ますよ、新しいから。うわー、素敵な感じで。素敵だね。かっこいい。かつら心。腕組んじゃおうかな、俺。あ、いいですね。桂小五郎だ。お、俺の周りはやりたい放題やる男ばかりでね、困ったもんだ。ちょっとハマってない。ハマり役なんだけど。小五郎さんじゃないですか。そうでしょ。よいしょ。あ、次また来ます。お、あ、おお、合ってるよ。嬉しい。合ってるよ。坂本龍馬じゃ、今よりもっと楽しい世を作るぜよ。あー、高杉晋作と桂小五郎、それに坂本龍馬。宣伝じゃね。宣伝じゃね、今。あ、もう普通に俺なんだ。ごめん。大馬が宣伝じゃ。坂本龍馬は有名だけど、あとの二人って何した人だっけ。あー、学生の時、もうちょっとしっかり勉強しておくべきだったかな。いいですね。みんなが理想のために戦う時代、それが幕末。あー、いいね。あなた日本人だよね。あなたの心を躍らせるロマンをぜひ現地で味わってね。目的地までの地図はこちら。詳細な地図にピンが刺され、自分の現在者ともに表示される。心カツラじゃない、これ心さん。わー、すぐ近くだ。これは行かないともったいないな。あー、でもなんかいい。この時間からなら新選組の監視も行ける。よし、早速行ってみよう。はい、ということで、おー、共通賞、一賞が終わりましたね。わあ。じゃあ、どんどん行きますか。そうですね、はい。続きを読む。絵がかっけえ。絵がかっこいいですね。すごいね。神社の境内に足を踏み入れ、人波に流されてるように歩いていく。歩いていく。わっ、フリーマーケット。神社の境内でやってるなんて珍しい。かわいいちりめんの小物から着物まで、境内の中にはたくさんのお店が並んでいる。いいね。いいね。絵が綺麗だよね。何かお土産になりそうなものあるかな。いいね。すごい。いいね。いいね。ニーミちゃんが出ちゃってる。そう思って露店を眺めていると、あれ、来るぞ。お、来るぞ。来ますよ。うわぁ、綺麗な人来ましたよ。髪の毛が似てる。あの人なんだか不思議な雰囲気のある人だな。こんにちは。お客さんかな。お、まだわかんないですね、誰か。え、名前がね。あ、こんにちは。お兄さん、時計屋さんなんですか。これ、懐中時計ってやつですよね。お兄さんのそばに歩み寄り、並べていた時計を眺める。大小様々な時計がありました。どれもとても古いものに見えた。いろんな時計があるんだ。そうだよ、って言いたいところなんだけど、これは全部趣味で集めた時計。時計にまつわる人か。お、開きましたよ、目が。お、かっこいい。かっこいい。増えすぎちゃったから売りに来たんだ。へー、綺麗ですね。ちゃんとテリボー行き届いてる感じがします。全然ちゃん、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 あれ、でもこの時計なんだ、見たことあるから。お、なんだろう。お、綺麗だね。一つの時計を手に取って蓋を開けると、文字盤が他のものと違っていることに気づく。おお、なんだ。あ、本当だ、未来から聞こえちゃう。文字盤が逆転してる。思わず首をかしげると男性をふっと笑った。ナレーターちゃん、この格好が宣伝じゃん。ナレーターちゃん、宣伝じゃんってなってますよ。ああ、それか、その時計は鏡時計なんだ。へえ、何それ。何それ。鏡時計って美容院とかで鏡に映して使う時計ですか。あ、すんねん。使い方がすんねん。すごいよ。うん、普通はね、ジョークグッズのつもりで昔の人が作ったのか、別の用途があったのかわからないけど、ちょっとミステリアスで素敵だ。もしかしたら戻りたい過去でもあったのかな。いけいけいけ、いきなり。かわいい。いきなり。まあ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 、そうね、髪が長いからね。山田が思うこの人の、ちょっと待って、
んだもんね。まだ女の子で。そうなのよ。そうなのよ。そうね。そうですよ。名前ピーコかもしれないんで。そう。まだね。名前はピーコかもしれないから。ピーコはないな。マツコとかかもしれないんでね。思いがけない言葉に私は顔を上げる。すると男性が文字盤を指差しながら笑った。ほら時計の針が逆に動くから時間が戻ってるように見えない？確かにそう考えるとなんだかロマンチックですね。だろね。やめてやめてまあきっとジョークで作られたものだと思うけど。なんかかっこいいなもんね。確かにすげえなかっこいい。肩をすくめる男性に思わず笑う。その時遠くからミニマーケットの終了を知らせる放送が聞こえた。誰なのこれ。誰なのもう時間みたいだね。そうですね。あのこれ見せていただいてありがとうございます。あーいいねいいね。バチンと時計の蓋を閉めて男性の手を乗せようとする。ああ手にね。すると男性は少しだけ悩むような顔をした後つぶやいた。なんでつぶやいたんだ。これ大事よ。これ君にあげる。あ、なんだね。もう君と合ってますね、声がね。え？あー、ちょっと動揺してる。話し相手になってくれた俺。おー、確かに中性的だね。これ、ありますね、中性的な感じ。あげるって、もらえません。こんな素敵なもの。あー、いいね。そう。そうです。お金を支払いするとか、せめて何かと交換しないと。いいですね。今いいよ。交換までちゃんこれなんですね。交換か。うわあ。本当ですか？ロートはね。男性は私の言葉にパッと嬉しそうな笑みを浮かべる。そして時計を持ったままの私の手を取ると指先にそっと唇を触れさせた。どういうこと？早くね。急展開。何だこれ？あ、これ大事。はぁ、あ、何で止めちゃう。バーじゃないんだ。バーじゃないんだ。代金はこれで。ああのお兄さん、まあ、引き止める感じね。お兄さんじゃなくて生命だよ。おー生命だ。生命さんってな。ね、それじゃあ確かに代金をもらったからいい一日を。うわーかっこいいな、最高だもん。生命さんはそう言うと時計をまとめてゆっくり歩き出す。なんだかつかみどころのない変わった人だったな。確かに変わってましたね。変わってたね。注意して言っちゃいました。その後ろ姿を見つめながら私はドキドキと目を高鳴らせ手元に残った時計を握りしめた。いいね。なんだか変な胸騒ぎがする。やっぱり時計は生命さんに返そう。情緒おかしい。ギュッと時計を握りしめキビスを返す。フリーマーケットのあたりを見回していると、お、来ましたよ。来た。神社の外れにある鳥居のそばに生命さんの姿が見えた。なるほど。おまた来たんだ。ね、来ちゃうんじゃない？早いな生命さん。いやー。なんでだよ。違う違う。違う。生命さん、待ってください。あのやっぱりこれ返します。え、返しちゃうの？返しちゃうの？時計を持ったまま鳥居の方へ駆け寄り。長い階段を駆け上がる。おー、長いよ。もうバーッと走って出る。長いね。長いですよ。生命さん、待って。そう言って、生命さんの服を掴んだ瞬間。おー、何が。おー、え、怖いよ。まさか掴めたんだね、とりあえず。イベント発生。え、なに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 、まさかここで終わり。幕末志士たちと動乱の行為が始まるとか。おぉ、知りやすかないの、生命さんも。じゃあ3章、はい、決めていきたいと思います。はい、ね、気になったな最後あれどうなったんだろう。こっからね、展開楽しみですね。地面に穴が開いたみたいに体が真っ逆さまに落ちてドシンという衝撃を感じる。いった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 ほんと一体何が起こったの？ちょっと目を開けるとそこはさっきと変わらない神鴨神社の一角だけれど、私の前には大きな腰がありその左右には着物姿の人たちが平伏していた。これはどういうこと？ドラマの撮影なんてさっきも言ってなかったよね。ドラマとかいうのあるんだ。おお、かっこいい。
ードの午前、今すぐに解きなさい。あ、はい、すいません。いや、すげえ動揺してるけど先生ちゃん、きらびやかな着物に身を包んだ男の人に言われ、慌てて立ち上がろうとする。けれど、動くよりも前に後ろから首筋に冷たい何かが押し当てられた。え、なになに、何が、なに、待て。おお、帝の道を塞いだ届き者をこのまま逃がすと思うか。おっと、ピンクじゃないこれ、危ないじゃないこれ、危ないじゃん。あ、いいですね。いいですね。やられ役がいいね。冷たい声に怯えながら視線をおぞおぞと自分の首筋の方に向け、そこになったのはギラリと鈍い光を放つ刀だった。首筋ね、危ねえよ。危ないよ、全然じゃない。やばいやばい、お待ちください。いくら帝の道を塞いだとはいえ、この場で切り捨てるなど。そのようなことを言っているから貴殿は甘いと言われるのだ、吉信殿。吉信殿、大名行列だって横切ったものは切り捨てる。うわあ、一番偉い人じゃない今だ。幕府だって無礼者は処罰するだろう。そうだろ。うい。もうこればっか。刀を押し当てていた男性が笑い、もう一度刀を握り直す。おお、戦いが始まっちゃうんじゃない。恐ろしさで何も言えないまま後ろを振り返ると、男性が小さくつぶやいた。なんで？お前に恨みはない。だがこれは帝の行幸に水を差した罰だ。悪く思うな。ああいいですね。いいですね。いやーですね。いいでしょ。スローモーションのように刀が自分に向かって振り下ろされるのが見える。うわー、やばい。そうでしょ、まさかこんな。どうしてこの場にいるかもわからないまま私殺されるの。すごいですよ、これ。せんべいちゃんピンチよ。やばい、そのピンチ。やってくる痛みを想像してぎゅっと強く目をつぶる。鋭い。待て。お、誰よ。あ、自重としての職務を全うしようとするのは結構だが、俺が通る道を女の血で汚すような野蛮な真似をするんじゃねえよ。野暮だ。野暮だ。せーの、せーの。あ、で、終わりです。あー、誰か分からない。なんでだよ。誰か分からずまた終わるの。ワールドボーイ。わー、いいとこで終わったから。もうこのゲーム楽しい。じゃあ早速、次の4かな。はい、4章こちらでいきたいと思います。俺が通る道を女の血で汚すような野暮の真似をするんじゃねえよ。これさっきありましたね。うん、さっきありましたね。しかし口答えはいらねえ。女の血を見たくねえって言ってんだ、下がれ。うわー、みんなね、どんな人だ。これは腰の中から聞こえてきた威厳のある声に男性はひざまずき、刀を収める。助かった。ドキドキと大きく音を立てる胸を押さえると、目の前にあった腰が地面に下ろされた。帝、何をなさるおつもりですか。帝だったのか。威厳のあるね。うわぁ、帝、何、俺の道を塞いだ女の顔を見たかっただけだ。いいぞ。うわぁ、腰から降りた帝はそう言った。ゆったりとした足取りで私の方へやってくる。うわ、そして戦士の先で私の顎をすくい上げると、にやりと笑って、笑うと、お前、なわ。うわー、来たよー。見えない。すごい、こんなに綺麗な目の人を見たことない。ふわりと漂う香の香り、燃えるような赤い瞳に思わず息を呑む。うわー、宣伝です。名前一回言ってたからね。宣伝なのね。小さく自分の名前を告げると、帝の瞳がわずかに染められるのが見えた。おお、宣伝か。すごい心境ね。いろんなのがあんだろうね、多分ね。お、笑った。俺の道を塞いだことももちろんだが、お前にはいろいろ聞きたいことがある。おい、腰に乗せろ、連れて帰る。ちょっと待ってください。連れて帰るって言われても、どこ行くんやってね。私、探さないといけない人がいるんですか、さっきのね。あ、今何が起こっているのかは全く分からない側からも、たった一つだけ分かっていることがある。何？人目の綺麗ってこと？帝
とこうなった原因は清明さんにも関係がある。あれ、おい、なるほど。もう清明さん出てたよ。呼べるから早く清明さんを探してここがどこなのか確かめなきゃ。はい、ということで4章終わりましたけれども、どうでしたか？結構良かった。どうですか？どうですか？逆にやってみてどうでした？いや、難しかった。やっぱりあ、そうだね、初挑戦だからね。あと、いろんなキャラやっぱ分けて話してるからね、難しい。じゃあ次、この中で行きましょう。行きましょう。行きましょう。さしてください。じゃあ、行っちゃいます。お願いします。行きましょう。足音は私のいる部屋で前で止まって、スッと障子が開いた。あ、やっと見つけた。あ、来た。うわ、いい声やったんだ。いい声、いい声ですね。清明さん。清明さんが私のそばに歩み寄り、大きな手で私の頬を包み込む。お、思ったより近い距離でドキッと鼓動が大きく跳ねた。あの、清明さん。ごめんね、まさか君がこっちの世界に一緒に来ていると思わなくて、見つけるのが遅くなった。かっこいい。君は、あ、名前かな、せんべんです。せんべんさん。せんべんね、せんべんやからね。名前ですか？せんべんか、まさか君が御所にいるなんて、東大元暮らしっていうことのこのことだね。安堵の息を吐くせんべんさんとは対照的に私を目を羽ばたかせる。こっちの世界ってどういうことですか？私が問いかけると、せんべんさんは頬を包み込んでいた両手を離し、私の前に正座する。おー、いいセナレート。そして少しだけ困ったような表情をして口を開いた。ここは君の生きていた時代から約150年前の幕末の京都。タイムスリップしてたんだ。君は俺と一緒にタイムスリップをしたんだ。ってことは現代の人ってことだよね。何言ってんだ。タイムスリップ。そうよ。え、タイムスリップよ。私は江戸時代が来てしまったってことですか？頭が真っ白になるのを感じながら恐る恐る問いかける。でもそれより気になることは一つだけだ。先天じゃ今になってる、私が元の時代に帰れる可能性はちゃんとあるんでしょうか？確かに、うわ、一番気になる。帰れるのそこは大事ですよね。原理的には今日中ならば元の時代に返してあげられるはずだ。時間的にね、今日中ね。ただ自分以外の人間のタイムスリップを手伝ったこともないから、来た時と条件が同じじゃないと保証ができない。持ち物は没収されたりしてない。持ってるものも重要ってこと？そういうことだ。清明さんの言葉に大きく首を縦に振る。はい、スーツもカバンも靴も全部あります。おー、あー、すごいやん。スーツね。あとは清明さんにもらった時計を手に持っていて。ダメだ、持っちゃってる。ダメだ、持っちゃってるよ。いいね。そこまで口にしてる。そうか、血の気が同じ状態じゃないから。あ、持っちゃってる分にはいいんじゃないですか。せんべん、ほら、その時計がダメだったんじゃない？逆にね。私が持っていたところ、ほら、あ、どこへやった。あー、やっちゃってるのよ。やばいやばい。せんべんちゃん、やっちゃってんのよ。せんべん、神社に落ちてからいろいろなことが起こりすぎて、いつまで自分の手元に時計があったのか全く記憶にない。まずいね。やばいよ。よくあるやつね、忘れ物。部屋に置かれたばっかは後でひっくり返すけど、嘘でしょ。あったんじゃない？あ、壊れてるとか？時計はないんだね。ないかい。ないかい。何の人前だよ。あ、え、ということで、終わったよ。どうしようか。だって、ちょっと気になるんだけど。たくみくんどうですか？いやね、これね、やっぱ感情移入は大事ですね。やっぱ気持ちがやっぱ高まっちゃいます。時計がないって。時計がない。自分がなくした時のこと思い出す。あ、良かったですね。じゃあ続いて、6章いきたいと思います。わあ、いつも気になって終わっちゃうから、楽しみ。時計がない。ああ。ない。手元にあったはずの時計が見つからず、一気に血の気が引く。落としたんだとしたら、可能性が高いのは神社だ。でも、原理的には今日中になら元の時代に返してあげられるはずだ。清明さんの言葉が頭の中で繰り返される。清明さん。ん？もし今日中に時計が見つからなかったら、やばいんじゃない？私はもう二度と帰れないなんてことないですよね。気になるよ、それは。確かに。恐る恐る問いかけると、清明さんは小さく首を縦に。ああ、ダメなんだ。あ、できる。できる。やめた。元の時代に戻してあげることは
できると。できるよ、できるよね。ただし、さっきも言った通り条件がある。ここだよ、ね、これが重要ですからね。君の手元にここに来た時と同じものがある。そして帰る時に通らなければいけない現代と過去をつなぐ扉が開いていること。全部持ってるけど開いてるか開いてないかってことね。扉？うん。タイムスリップをするときにはね、過去と未来をつないでいる扉みたいなものをくぐるんだ。今日を逃せば次に扉が開くのは約3ヶ月後だから。仮に明日君が時計を見つけたとしても、扉が開くまでの3ヶ月の間はこの時代で待ってもらうことになる。わあ。3ヶ月？そうよ、天然ちゃん。びっくりしちゃね。はい、ということで、はい、ロックショー終わりました。よいしょ。ロックショー終わりました。いや、今回も気になるね。終わり方です。ヤマトどうですか？そうですね、なんかやっぱりこういろんな、なんかこのキャラに合わせた声っていうのが難しいなって思いました。本家のなんか声も気になりますね。確かにやってね、確かに。やっている方はもちろん知ってるの。はい、ということで、はい、次7章いきますか。そうね、はい、7章しょうか。気になりますからね。うん、ね、どんどんいきますけども。始まりますよ。おぉ、起きました。ラスト、はい、これ結構ね、ローライト。あ、俺行きますか。そうね、武将、武将最後ですから。武将1から3の中で結構上手かったですから。確かに、それ気になりますね。武将、いい声言っちゃおう。それは何なんだろう。始めちゃいますね。こんな時間の一人歩くは危ないですよ、お姉さん。おお、いいですね。もうちょっとヒーショッカーみたいな。ショッカーや。後ろから声をかけられ、思わず口から悲鳴が漏れる。恐る恐る後ろを振り返ると、そこには二人組の男性がいた。ああ、ちゃんとねですよ。驚かせてしまってすみません。お、誰だこれ。新しいキャラですよ。え、お姉さんはこの辺りに住んでる人ですか？もし必要なら家まで送りますけど。ああ、いいですね。めっちゃいいやん。うえ、ありがとうございます。いや、動揺する。誰？確かにね。まずね、誰がね。暗闇の中でじっと目を凝らすと、私の視線に気づいた男性が人懐っこそうな笑みを浮かべる。あ、うん、あー、もう可愛いね。あ、名乗るが遅れてすみません。僕は起きたって言います。え、うわ、ね、起きたら、やばい、ね、起きたら、ね、非番で退服は着てませんけど、都の警備をしてるものなんで怪しいものじゃありませんよ。あ、いいですね。うん、ま、身風呂とか呼ばれて怖がられてるけどな。まあ、え、まあ、これ新しいキャラですね。隣にいた寡黙そうな男の人の言葉に思わず視線をそちらに向ける。え、これ何しましょう。やった、本気や。切れ長の瞳が私をいぶかしげに見つめていた。怖がらせると思って伏せてたんですから、言わないでくださいよ、年方さん。言い方すぎちゃう。あ、やったっすよ。年方、年方略して年方じゃないんだよ。年方ね。別にやましいことがねえやつは俺たちを怖がったりしねえだろ。いや、怪しい、こいつ。こいつ怪しい。それでお前どこに行くつもりだったんだ。家か。いえ、あの神鴨神社に行く途中でこの道で合ってますよね。私が問いかけると、土方さんと沖田さんが顔を見合わせる。はい、道自体は合ってますよ。あと四半里っていうところですが、こんな時間に行く場所じゃねえぞ。あ、今よかった、今よかったね。人買いが出るとか怖い噂もありますしね。はい、ということで、はい、ヨーダイ君ね。ああ、ヨーダイ困りましたけど。いや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 、ヨーダイだ。でもなんか、うまいですね。でも演技というか感情が、この感情がね。ありがとう、オリジナル。かっこよかった。ちょっと重かったですね。カロリーがね、全員ね、読み終わったと思うんですけど、一番ね、朗読がうまいなって思った人に、そうだよね、指差しをで、ちょっと
決めていきたい。そうね、はい、大丈夫ですか。俺も決まりました。俺も決まってる。みんな決まってますね。はい、いきますよ。はい、いっせーので。はい、おっと、はい、おっ、海星2のルッカーが僕も2 223だから、あ、もうここに集中します。ここだ、ここだ、こっち側だ。ここで何もないよね。リアクションしますから。が3票で1位です。うわー、欲用が良かったんじゃない。欲用が面白さもあったし、これは好きでしたね。確かに確かに。はい、ということで、はい、お相手選択。おー、これは面白い。やっぱりこれをもうちょっとやっていきましょうか。お願いします。おっ、これえ、なー、さっきのみんなかっこいいですけど、誰がいたのを入れるんだ。え、的には沖田さんめっちゃ好きだ。あー、あー、ね、あの、僕沖田ね。そう、沖田、僕沖田です。山崎流してんじゃない。確かに山崎さんもかっこよかったですね。イカドね、やっぱり。いやー、やっぱりやっぱね、イカドあとね、しかもすごい。たぶんあります。イカドちね、気になっちゃうね。確かに。じゃあ、ミカドにします。ミカドは入れとこうよ。行こう。一回ミカドでいきますか。じゃあ、ミカドでいきたいと思います。はい、決定。お、ミカド出ましたね。おー、すごい。はい、さっきね、うん、あのキング決めたじゃないですか。はい、キング優勝者で、うん、直樹くんになりましたけど、で、2位が僕と大勢、はい、やったんですけど、ミカドの声を、うん、直樹くん、そうね、まあ、そう、優勝者の直樹くんに直樹くんやってもらう。ミカドこれを、責任はきっちりと。はい、俺に可愛がられたいのか。望みを叶えてやってもいいぞ。あー、いいですね。次の選択肢でハイを選ぶとキャラクターの選択が担当します。はい、こちらは彼目線本編ではありませんのでご注意ください。中学5年生ですね。中学生ですから。彼との恋を始めますか。はい、いきますね、このまま。はい、始まりますよ。おー、第1話。あたりが宵闇に包まれる中、私は一人必死に懐中時計を探した。やっと見つけた。生命さん。聞き覚えのある声に顔を上げると、生命さんがこちらに近づいてきた。でもよかった、時計を探してもっと遠くまで行ってたらどうしようかと。ずっとこの辺りを探してました。でも見つからなくて。せっかく抜け出す手助けしてもらったのにすいません。うん、それはいいんだけど。謝る私に生命さんは小さく笑みを浮かべて続ける。大丈夫、時計の在りかなら分かったよ。おお、本当ですか。どこにあるんですか。明日の気持ちを抑えつつ尋ねると、生命さんは渋い顔をして視線をそらす。それが少し予想外というか厄介な場所でね。どこ。厄介。ああ、それで君を探していたわけなんだけど、一体どこにあるんだろう。歯切れの悪い生命さんに何だか嫌な予感がする。あの、よければ教えてください。時計はどこにあるんですか。気になる。ねえ、ここ。改めて聞くと、生命さんはしぶしぶ答えた。実は、帝が持っている。うわー、ここで、一度抜け出した御所に向かうことになる。私は生命さんに案内され、御所の広間に入る。広間の奥には、肘置きにもたれかかって座る帝の姿が。出てくるんじゃないの。来るぞ。来た。ずいぶん遅いお戻りだな。おお、帝来た。だらしがない姿のはずなのに、緩んだ雰囲気はまるでなくて、空気はピンと張り詰めているような。だからね、外も暗くて探すのに少し手間がかかる。そうか、まあ、楽にしろ。低い声で促され、私は生命さんの後に続くようにして帝から少し離れたところに座る。礼儀正しくして許しが出るまで発言は控えてって生命さんに言われたけど、やっぱりお目にかかるだけでもすごい人なんだよね。まだ若そうなのに。おそらく自分より年上だろうけど、すごく年が離れているようにも見える。そっと視線だけを上げると、不意に帝と目が。そんな人にどうやってお願いすれば。で、お前はこの時代の人間じゃないらしいな。
わ、いいですね。もう話してもいいのかな、聞かれたからね。聞かれたからね。そもそも私や時代のことまで詳しく話して大丈夫なんでしょうか。はい、ここ先生を見る選択肢ですか。はい、行きましょう。確認するように生命さんを見ると静かにうなずいてくれた。行っていいよって。行っていいよって。はい、そうです、私は未来から来ました。うぇー、来ましたね。行っちゃったよ。生命さんを追いかけていたらこの時代に来てしまって、うん、つまり未来の女って。おぉ、思い気がいらしいです。興味湧いてるからね。そうです、それなら昼間のお前の速攻にも当てもらえるな。帝は肘置きにもたれかかったまま少し前に乗り出す。お前、元の時代に帰りたいのか。明らかな好奇の視線に少しひるみながら小さくうなずく。は、はい、今日帰らないとしばらく戻れなくなってしまうんです。なので、早く時計を返してほしく。それは無理。意地悪、意地悪、どれすごい意地悪。え、即座に返答され、面食らってしまう。早くしないと帰れないって、ちゃんと伝えてよね。それなのに。そうね、言ってるよねって言うね。どうしてですか。俺がお前を気に入ったから。うわに帰りたいんです。3ヶ月もここにいるなんてシャレにならないよ。お願いします、本当に困るんです。ほんまにね、ずいぶんとよくわめく女だな。帝は鼻で笑うとゆっくり立ち上がり、私の前でかがむ。うわ、顎に扇子を添えて持ち上げられ、まっすぐに視線がかかる。かっけえなぁこれ。おー、きますよ。お前、俺が誰だか分かってる。着いたよ、ここが君の部屋だ。生命さんと共に部屋に入ってみる。わ、広い。それにとても綺麗に整えてもらったみたい。ただ間接照明のような明かりが一つしかなく、現代の部屋に比べるとだいぶ暗い印象だった。昔だからね。どうかした。あ、いえ、ちょっと暗いなって。確かに現代に比べるとそうだよね。今夜は雲も晴れてて月明かりがあるだけマシな方だよ。そうなんだ。暗い部屋あんまり得意じゃないけど慣れないと。さっき月物の話を聞いてしまったのもあって正直落ち着かないけれど、贅沢は言えない。じゃあゆっくり休んで。はい、ありがとうございます。あ、それと何、部屋を出て行こうとした生命さんがふと立ち止まって振り返る。今日返してあげることはできなかったけど、3ヶ月後には帰れるように頑張る。だから辛いと思うけど我慢してほしい。相手が相手だからね。いかがだね。国一番の権力者ですもんね。それもそうだし、それだけじゃない。なんだ、何言う。それだけじゃない。恋してるみたいな。えぇ、ー、石井、不意に生命さんの声が真剣さを帯びる。どういうことですか。帝は朝廷一の切れ者でもあるんだ。頭の回転が速くて常に先を見越して動いている。だからこそ長く続く朝廷のしきたりを守りながら、最近の情勢不安で揺らぐ朝廷をなんとかまとめられてる。さっき話した限りでは傲慢で身勝手な人なのかと思ったけど、仕事もできる人なんだ。いいですね。そんな名実ともに揃った帝からはそう簡単に逃げられる気がして。余計に厄介だな。立場を抜きにしても簡単に立ち向かえる相手じゃないんですね。残念に思っていると生命さんがたしなめるように言ってくる。そう、だから間違っても逃げようとしてダメだからね。え、私逃亡するように見えました。少しだけ。気持ちはすごくわかるけど。生命さんも鋭いな。心の奥を見透かされている気がしてにわかに焦る。下手に逃げようとしても先回りされるよ、きっと。わかりました。ここでおとなしくしてれば
3食ご飯も出るし、布団もある。困った時は俺がフォローするからさ、旅行気分で楽しんで。うん、帝のそばで旅行気分になんてなれそうにないけど。確かに。わかりました。私の返事に生命さんが少し安心したように。約束はきっと守るからね。じゃあおやすみ。生命さんと入れ違いにしてクズノと名乗る女官がやってきた。クズノちゃん、クズノちゃん、寝巻きに着替えさせられ布団まで敷いてもらった。寝巻きの着方も教えてくれたし、クズノさんには助けてもらったけど、どうも落ち着かない。いろいろなことが起きて疲れているはずなのに、睡魔は一向に訪れない。まるで悪い夢でも見ているみたい。今日起きたことを振り返ってみるものの、まだ幕末の京都に来てしまったことが信じられない。このまま3ヶ月もあの帝の言いなりになるしかないの。物になり下がってまで。やっぱりそれは納得いかない。のんのんと考えているうちに、思わず布団から体を起こす。具体的なことを決めたわけではないにしろ、とてもじっとはしていられない。え？私が探してた時計はきっと今も帝が持ってる。でもさすがに寝る時まで肌身肌が思えないしね。帝の部屋に置いてあったりしないかな。とてつもなく無謀な挑戦かもしれないけど、何かしないと始まらない。こうなったらやれるだけやってみよう。暗い部屋の中、恐怖心が変に気持ちを高ぶらせる。生命さんには悪いけど諦めきれないよ。よし、行こう。なんか起きるぞこれは。意を決して静かに部屋の襖に手をかけた。ほら、おお、誰が来るんだ。待って、うわいつぶり。なんだ、さっさと逃げようとしてる。見られた。やばいよ。部屋の入り口に一番会いたくない人が立っていて、心臓が止まりそうなほど驚く。初日からいい度胸だな。おい、なんでいるの。誤解です。逃げようなんてことは。言い訳しても帝は一つも信じている様子はなく、薄く笑いながら私の手首を使う。見えすいた嘘をついてんじゃねえよ。これは仕置きだから。ということで、はい、今ね、ちょっと気になるところではあるんですけど、そうね、まあ、僕たちね、この帝でね、選択して今やってますけど、はい、まずね、2話をちょっとだけ頭に読ませていただいて、はい、その後はね、皆さんぜひ見てる方、はい、プレイしていただければなと思うので、皆さん楽しんでいただきたい。もうちょっとだけちょっとやってみたいと思います。楽しみ。お仕置き気になるよ。第2話だ。第2話だ。あ、やりましたよ。いける。第2話何。そんな嘘を俺が信じると思うのか。これは仕置きだな。掴まれた手を離さず、帝が部屋に入ってくる。仕置きって。困惑してる間に布団に押し倒され、上から覆いかぶさって。うわーやばいよ。女はやらか、女にする仕置きと言ったらこれしかねえだ。なにアイドルよ。嘘でしょ。真上から高圧的な笑みが降ってきて、私はパニックになる。何をする気ですか。お、いいっすか。お、入ってるね。わざわざ口でも説明させる気か、この俺に。おー、いいよ。いいよ。でも、だってお仕置きならもっと他の方法が。確かにね、お前に拒否権はない、分かってんだよ。うわー分かってるけど。逃れようと身をよじっても布団に押さえつけられたではびくともしない。焦る私は煽るように、帝は不意元に顔を寄せてくる。やばい。拒まれるのもまた一興だ。うわ、どいつや。簡単に言いなりにならない方がしつけがいがある。うわイロカを含んだ低い声が耳に届く。ゾクッとして体をこわばらせていると、私の寝巻きの帯に帝の手が降りてくる。頼りなく帯が緩み、思わず息がつく。なんとかしないと。もう帝相手とか考えてる場合じゃない。そうよ、うん、うわやばいじゃんこれ。あの今日はもう遅いですし、明日にしませんか。明日しましょう。明日でもあかんけどね。なんだ怖いのか。痛くはしねえから安心してる。もう何すんのか。早く。そういうことじゃない。ドッジボール。ドッジボールじゃないのかね。違うんだよね。何すんのこれ。何すんのよ。必死に言い訳を並べてもからかうような言葉だった。それともまさか口づけもしたことないほどのウブなのか。
そんなのこの人には関係ないし、意味が分かりません。へえ、素直じゃないその唇を奪ってやる。どうやってこうやって？どんどん顔が近づいてきて、寸でのところで顔を背けて拒む。すると帝が不機嫌に眉を寄せた。どうしてそこまで逃げる？どうしてって聞きたいのはこっちだよ。その言葉が喉まで出かかったままこらえていると、片手で顎を捕らえられ、無理やり視線を合わせられる。近いよ。多いよ。多いんだね。目の前に刺激的な闇が迫り、緊張で鼓動が早まった。俺のものになるってことは話し相手にするだけじゃないことか分かってたから。分かんないよ。俺が望めばヨトギの相手になる。ヨトギ、あら、ヨトギ、ヨトギ話みたいな。ヨトギ、ヨトギ話ってある。ヨトギ話ね。耳慣れない言葉に首をかしげる。ヨトギの意味も分からねえ。俺に抱かれるってこと。はい、ということで、攻めてるね。ここからの展開ちょっと楽しみですけど、うん、ちょっとね、ちょっとどんな感じになりましたか。ちょっとね、急にね、まあ、抱かれるってことだし、急にね、自分で終わりで急に来ましたけど、これ結構でもファンの方やばいんじゃないですか。確かに、直樹くんファンですよ。直樹くんですよ。最後のセリフだけみんな撮っとく、一応。まあ、ということでね、今回プレイしていきましたけども、まあ、先ほども言ったんですけど、僕たちは帝をね、選択して第1話を読みましたけど、はい、まあ、皆さんね、帝とか、ネタス、まあ、いろいろキャラいましたけど、ね、自分の好きなキャラを選んで、あのゲームをプレイしていただけたら嬉しいです。坂本龍馬もプレイしてね。はい、ということで、俺たちの恋愛のバキマチ配信のプレイはこれで以上になります。はい、以上、ボイスボーイ宣言でした。